水平対向エンジンとは、レシプロエンジンの形式の一つで、一本のクランクシャフトを挟んで、シリンダーを左右に水平に配置し、体になるピストン同士が必ず向かい合うように加工、または上昇するエンジンである。気筒配置や外径の似たエンジンとして180度 V 型エンジンがあり、講義にはこれを水平対向エンジンに含む場合がある。なお外観上から、 水平対向エンジンであるか180度 V 型エンジンであるかを識別することは極めて困難である。以下本校では水平対向エンジンと180度 V 型エンジンとを区別して呼び、これらを総称してフラットエンジンと呼ぶことにする。水平対向エンジンの動作スバルの水平対向6、気筒エンジンのカットモデル1896年、ベンツ社の創業者、 カール・ベンツが水平対抗エンジンを発明した。水平対抗エンジンでは、体になる気筒間のクランクシャフト位相角を180度として、ピストンとコネクティングロッドを軸対称に動作させる。これにより、体の気筒同士が振動を打ち消し合うため、直列型などの多形式エンジンと比較して、格段に低振動となる。軸方向が短く上下に薄く幅広い外形と、 低振動が水平対抗エンジンの特徴である。水平対抗エンジンの左右対称なピストンの動きが、ボクシング選手がグローブを打ち合わせる様子を思わせる、ことから、ボクサーエンジンとも呼ばれる。また、2本のクランクシャフトの間で1シリンダー内の、ピストン2個が対抗する、対抗ピストンエンジンと区別するため、対抗シリンダーエンジンとも呼ばれる。日本語の、水平対向エンジンび度、 V 型エンジンの総称に対応するアメリカでの故障はフラットエンジンである。富士重工業では水平対抗エンジンの英訳として、レオーネ及びそれ以前のエンジンについてフラットマイナス4をあけて,ていた。その後、レガシー以降はフラットエンジンというアメリカ英語を採用している。二つのシリンダーで一体となるため、必ず偶数気筒数のみとなる。ピストンの動き左、180度、V 型右、 水平対向、フェラーリテスタロッサの180度 V 型12気筒エンジン外環上から水平対向エンジンであるか180度 V 型エンジンであるかを識別することは極めて困難であるものの実際には内部構造や動作特性は水平対向エンジンと180度 V 型エンジンとは別のものである具体的な構造の相違点は 水平対向が左右のバンクで対をなすシリンダー間で位相を180度ずらしたクランクシャフトを採用するのに対し180度 V 型では左右シリンダーにおけるクランクピンが共通という点である180度 V 型エンジンでは水平対向と異なり振動を対向シリンダーの間で相殺することができないため片側バンクのみで一時振動、風力振動を相殺できる8気筒以上の 気筒数でなければ、激しい振動が発生する。ただし二次振動に関しては水平対抗と同様に、対抗シリンダー間で相殺される。また、気筒数によっては等間隔燃焼にならないという、短所がある。八気筒エンジンにおける180度 V 型の長所は、二次振動特性が良好な、ままシンプルなフラットプレンクランクシャフトを使用できる点である。 ただしその場合は2気筒ずつの銅爆となるため燃焼間隔は直列4気筒と同等の180度となる。90度の等間隔とするためにはクロスプレーンクランクシャフトを使用する必要があり、発生する空力振動を低減するためのシャフト両端のバランスウェイトが90度 V 型と同様に用いられる。12気筒エンジンでは水平対向よりも圧倒的に180度。 V 型が多い。バランスウェイトのないシンプルな6クランクピンのクランクシャフトによる180度 V 型とした場合でも60度の等間隔燃焼を得られるとともに片側バンクのみで直列6気筒と同様に1時振動、2時振動、空力振動ともバランスする。そのため複雑で長くなる12ピンクランクシャフトによる水平対向式とする必要はなく180度 V 型とすることで長くなりがちな12気筒エンジンの全長を短縮することが可能なためである。12気筒での採用例としては、自動車用では、フェラーリの市販ミッドシップ12気筒モデルや、レーシングカー用のメルセデス・ベンツ・ m 291エンジン、富士重工とも通りモデル2が共同開発したエンジンがあり、鉄道車両用では、日本国有鉄道の DML30 系エンジンがある。 水平対向4気筒の場合、クランクシャフトを支える、ベアリング数はいくつかバリエーションがある。かつてのホルクスワーゲンタイプ1の例では、ベアリングは両端と中央の3つであった。スバルでも過去の EA エンジンは3ベアリングであった。スバルの EJ エンジンは直列4気筒と同じくベアリングは5つである。ちなみに、より一般的な直列4気筒エンジンの場合は、両端と 各気筒の間の合計5つという例が多い。また V 型4気筒の場合は、両端と中間の合計3つである。かつての F1 カーフェラーリ312バイトに搭載された180度 V 型12気筒エンジンでは、ベアリングは両端の2つと変番区2気筒につき1つの合計4つであった。フラットエンジンの低前後かつ高前幅という、形状は4輪車の車体構造にとっては、 基本的に好ましい。四輪車ではエンジンルーム高さは極力抑えるべきものであるのに対し、幅に関してはトレッドやキャビンの確保のためにエンジン幅に関わりなくある程度大きく取る必要がある。つまり四輪車のエンジンルームの空間はフラットエンジンにより有効活用できる。特に高回転型の縦置き。 多気筒エンジンを低く幅広なボディに搭載することが多いスポーツカーにおいては水平対向エンジンのメリットは大きい。高回転型のエンジンはおのずとショートストローク型となり、高回転域を多用する都合で振動特性の良さが求められるからである。また低く幅広なボディは低前行、高前幅の水平対向エンジンとの相性が良い。 スポーツカーは量産実用車と比較すれば燃費性能、排ガス性能を厳しく求められないことも水平対向エンジンにとって有利な点であると言える。また大衆車においても軽量で小気筒数でも低振動であることや冷却性の良さなどから1960年代頃までは空冷水平対向エンジンが好んで用いられた。しかし気筒配置に関わらずエンジン振動を低減する技術の進歩。 横置きエンジン、FE フレアウトの一般化、低燃費化要求によるロングストローク化、排ガス対策による排気系の複雑化など、蒸気の水平対向エンジンの長所を弱め、短所を強めるような環境変化が多く、自動車への採用は減っている。その上、特に日本では全高、エンジンルーム高ともに高い乗用車が一般化してきたため、 この点でも水平対向エンジンのメリットは薄れている。低重心のフラットエンジンにより車両の重心が逆に高くなるとする意見がある。実際に自動車に搭載する場合、フラットエンジンは全幅が大きく、しかもクランクシャフトの高さあるいは、それより下部で最大幅となる。このため、低い位置にある他部品との干渉を避けるためにエンジンを高い位置に搭載すると、 重いトランスミッションなどの搭載位置もクランクシャフトの高さに合わせる必要があるため、車両全体で多形式エンジンにより低重心を実現できるとは限らない。したがって水平対向エンジンの長所を最大限に課すためには、前述した問題点を考慮に入れた車体設計が必要になる。ストロークを伸ばすとエンジン本体の横幅が大きくなり、縦置きの場合は、 車体幅を広げる必要がある。車体幅には、制限があるため、トルクを出しやすい、ロングストロークエンジンが作りにくくなる。そのため、フラットエンジンでは、ショートストロークエンジンが主流である。かつて水平対向4気筒エンジンの独特の、排気音は、ボクサーサウンドとして、ファンから親しまれていた。不等感覚燃焼である変バンクごとに排気管を、 集合させたために生じる排気干渉による音であり、前側2気筒と後ろ側2気筒をそれぞれ等長排気管で集合させれば、この排気干渉は回避できる。クロスプレーンクランクシャフトの V 型8気筒エンジンでも、ヘンバンクが不等間隔燃焼であり、やはり V8 サウンドとしてファンに親しまれるが、ボクサーサウンドとも近い音であると言われる。搭載車種。 編集2019年時点で水平対向エンジンを搭載した四輪車を生産している企業はスバル及びポルシェの2社のみである。この両社は市販四輪車用の水平対向エンジンを長年に渡り生産し続けている。オートバイでは BMW やツユンダップをはじめ、そのアリューも含めて数社が水平対向エンジンを生産していたが、開発を続けているのは BMW。 ホンダ技研工業、ウラル元、超高モーターワークスのみとなっている。BMW R50 の、エンジン BMW 7シリーズエンジンスバルの、水平対向ディーゼルエンジン過去の搭載車種、編集スバルアルジオネ SVX 用3.3リットル水平、対向6気筒エンジン、日野自動車、RA900P に搭載されていた水平対向12、気筒エンジンモータースポーツ、 編集会一のエンジンとして、かつてポルシェやフェラーリ、アルファロメオなどが、フラットエンジンを開発していた。特にフェラーリの180度、V 型12気筒エンジンは、ドライバーズタイトルや、コンストラクターズタイトルを獲得するなど、低重心を生かし成功を収めたと言える。しかしグラウンドエフェクトカー時代になると、ダウンホースをより多く売るために、車体底面に、 空気の流れる空間を広く確保することが重要視されて、エンジン左右に空間的な余裕があって、有利な V 型エンジンに対して、低い位置で幅の広いフラットエンジンは、廃れていった。車体底面の形状を制約した、フラットボトム規制以降の1990年に、スバルと元売りモデル2が提携して180度、V 型12気筒エンジンを供給したこともあるが、 パワーも信頼性も供給先チームの資金も不足する中で予備予選すら通過できないままシーズン途中で撤退した2000年から海一のエンジンはレギュレーションで V 型エンジンに統一されたがそれ以前から海一の空力処理は可能な限り車体後部の左右を絞り込んで行うことが主流となっており仮に参加が許されていたとしても幅の広いフラットエンジンに かつてのフェラーリのような成功は期待できなかった。会一以外では、スポーツカーレースにおいて、特にポルシェが水平対抗エンジンで活躍している。例えば1982年から1992年に存在したグループ C レースでは、市販レーシングカーであるポルシェ956及び 962C が5シーズン連覇している。グループ C カーも当初から、 グラウンドエフェクトを利用していたが、956.962C は縦置きの水平対向6気筒エンジンを前下がりに傾斜搭載することによって、床下でダウンフォースを得るためのディフューザー形状と水平対向エンジンによる低重心とを両立し、効率の良い速さを得ていた。後に、メルセデス・ベンツ C291 が180度。 V 型12気筒の M291 エンジンをポルシェ956.96に C 同様に傾斜搭載したが水平対向エンジンを熟知するポルシェのような信頼性は得られず成功を収めることなく撤退した。日本におけるナショナルフォーミュラーカテゴリー FJ1600 ではすでに乗用車向けとしては生産されていない EA71 型を使用する。 スバルは FJ1600 のために EA71 型をサポートし続けている。市販車をベースとするツーリングカーレースやラリーなどにおいてもポルシェやスバルの水平対抗エンジン搭載車が国際的に活躍を続けている。日本、編集、国鉄機ハ183系機動車の DML34-180 度 V 型12気筒ディーゼルエンジン鉄道車両。 特に機動車においては直列エンジンの場合にはシリンダーを寝かせた横型のディーゼルエンジンが主流となってきている。そのためフラットエンジンはクランクシャフトの逆側にシリンダーを増設した高出力版という位置づけで開発されていた。なお、機動車において横型が主流である理由はレールと車体大枠の間の狭い空間にエンジンを収めなければならないこと。 縦型では上向きにシリンダーヘッドが位置し、客室床面にメンテナンスホールを設けなければならない。ため防音上フリーであることの二つである。共にフラットエンジンであれば問題はない。国鉄で初めての特急系機動車キハ80系には、当時の標準エンジンだった d m a 1十7 h が一両に最大2機搭載された。この構成では、 最大でも一両あたり360馬力にとどまり、特急用としては力不足であった。そこで、新型機動車の試作開発時に、500馬力のターボ付き30リットル180度、V 型12気筒のフラットエンジン DML30、発射が開発され、キハ91型に初搭載された。直列6気筒の DMF15Hz を2機、搭載した。 キハ90型との比較試験の結果、DML30HS の一機搭載が有利であるとされ、その後の特急型、急行系機動車には、DML30HS 系エンジンが搭載された。国鉄民営化後になると、直接噴射化し、インタークーラーを装着した、DML30Hz を搭載した、キハ183系を最後に、フラットエンジンの採用は打ち切られた。 民営化前後からは、小型軽量高出力の直列6気筒エンジンが主流となっており、DML30 系などの従来型エンジンから乾燥した車両も多い、日本国外、編集スイス国鉄 BDM に4型機動車に水平対向4気筒で2 9 4キロワットを発生するゴブルーダー、サルザー製の 4ZG14 型エンジンが搭載されていたことがある。 搭載機動車、編集現代の小型飛行機が装備する航空用レシプロエンジンは冷却特性の良さや振動の少なさからほとんどすべて空冷水平対抗型であるエンジンのパーツナンバーには対抗形を表す O マイナスがつく飛行機の他にロビンソンヘリコプター車製、ピストンエンジンヘリコプターにも採用されている空の F1 とも呼ばれるレッドブルエアレースワールドシリーズでは 全チームに、同じ規格の空冷水平対向六気筒エンジンの、使用が義務付けられている。主なエンジンメーカー、編集、モーターファンイラストレーテッドボリューム 20p052nndb.com-abc、モーターファンイラストレーテッドボリューム 20p051、モーターファンイラストレーテッドボリューム 20p053、モーターファンイラストレーテッドボリューム 20p067 20、 直列2気筒の4ストロークエンジンにおいて360度クランクでは等間隔燃焼になるが一時振動が発生し180度クランクでは一時振動は打ち消せるが不等間隔燃焼となる水平対向2気筒では直列2気筒中の1気筒をクランクシャフト中心で180度移動させて180度クランクを使用する形であり等間隔燃焼と振動の相殺が両立される この考え方はそのまま任意の気筒数の水平対抗エンジンに拡張できる。気筒数やバンク角によっては、クランクピンを両バンクで共有したままでは、不等間隔燃焼となり、移送クランクを用いて等間隔燃焼とすると振動特性が悪化する場合がある。多くの量産エンジンに DOHC 化やマルチバルブ化、可変バルブタイミング化、直噴化など、 シリンダーヘッド周辺の重量を増加する機構が採用されるようになってきたため、直列型や V 型エンジンの重心は高くなっている。これに対し、フラットエンジンでは、クランクシャフトとほぼ同じ高さにシリンダーヘッドがあり、これらの機構を採用しても性的な重心が高くならない。東内圧解析、ボアに対する、ピストンピンオフセット、ピストンスカートプロフィールの最適形状化など動的な、 シミュレーション技術の利用など国鉄がディーゼル機関車に使用していた縦型の DMF31 系エンジンを機動車用に水平シリンダー化したエンジンの開発を進めたが体系シリンダーの水平配置という特殊な構造のために潤滑系の問題が発生したことなどで開発が難航して結局実用化されなかった。なおこの経験はその後に開発。 実用化された180度 V 型エンジンの潤滑設計などに活かされている。左右のシリンダ列の軸方向のずれ量が180度 V 型は水平対向型よりも小さいことを外観で識別できれば不可能ではない。4個のピストンが同時に上視点に達するため、ちなみに90度 V 型8気筒ではクランクシャフトがフラットプレーンでもクロスプレーンでも90度の 等間隔燃焼にできる。ただし全幅を抑える等の目的で、ショートストローク型とする場合には、ボア系の増大により、シリンダーピッチが長くなり、180度 V 型でもクランクシャフトは短くできずに、重量軽減のみとなることもあり得る。365GT4BB から、回 512M までなお水平対向であっても6、気筒エンジンの場合は、 ヘンバンク3気筒がクランク角240度ごとの等間隔燃焼であり、ヘンバンクごとに排気管を集合しても干渉しない。AB 同社の2017年3月31日までの正式社名は富士重工業だった。前車はジェミネット2とアスカ、後車は9から 2X が該当する。トヨタ自動車との共同開発者としては、スバルの BRZ と その姉妹車であるトヨタ86が該当する。早く走るためにタイヤを路面に押し付けることに利用する車体周囲を流れる空気による下向きの力。この時代の当初は飛行機の翼を裏返したような断面のサイドポンツーンで下向きの揚力を発生させているようにも見られたが、実際には車体底面と路面との間で構成されたベンチリ内の高速気流によって負圧を生じさせて、 車体を路面に吸い付かせていた。鉄道車両向け直列エンジンでも床上搭載が可能な機関車においては潤滑に有利な縦型が主流である。機動車でも技術的観点から、黎明期には縦型エンジンの採用例があったように横型だけで縦型のものが皆無というわけではないが近年は低重心化、低消化のニーズが高まっているため横型化への要求は強い。当初は 新開発の DMF31HS 搭載が目論まれていたが不具合が多く解決まで時間がかかるとして変更された。同時期に DML30HS 系の変バンク6気筒分をなくした直列6気筒の派生エンジン DMF15 系が並行開発されており、キハ90型には300馬力のインタークーラーターボ仕様が搭載された。 DMF15 系は次世代特急系、機動車用エンジンにはならなかったものの、車載発電機用やデチューンされた上でキハ40系機動車の駆動用として車両に搭載されることとなった。新しい直列6気筒エンジンは、特急系機動車ではキハ185系以降の新型車から採用。直接噴射式のインタークーラーターボ付きで、排気量11から15リットル級。 330から460馬力機程度で1両あたり2機搭載した車両も多い。なお、大柄な180度 V 型12機等の DML30 系エンジンでは2機搭載はほぼ不可能である。ありがとうございます。